全身チャンネル第215回、今日のフリートークはですね、前回僕が出演した時には僕が好きな漫画のタイトルを羅列したんですけれども、仲間の同士にですね、羅列するのはめんどくさいオタクっぽくて気持ち悪いと言われてしまったので、今日はもうちょっと説明を入れる形でちょっと好きなゲームについて説明したいと思います。まず僕が一番大好きなゲームはスーパーファミリーコンピューターのパネルデポンっていうパズルゲームなんですけれども、DS とかでもリメイクというか続編みたいなの出てるんですけど、スーパーファミリーコンピューターの版だと対戦してると処理落ちが入るんですよ。で、そのスーパーファミコン特有の処理落ちっていうのも含めてパネルデポンかなと僕は思っているので、スーファミのパネポンを皆さんにお勧めしたいと思います。それとダークソウルとビートマニア 2DX が大好きです。ダークソウルはですね、今獄中に囚われている斉藤育馬さんも大好きで、前進者にいると普段からよく YouTube などでプレイ動画とか見てる姿を見ることができたんですけれども、残念ながら今は獄中に囚われているということで奪還を頑張りましょう。それとビートマニア 3X はゲームセンターにある音楽ゲームなんですけど、僕は随分昔からやってまして今 SP9 段です。はい、終わり。今回の前身はこちら、アウェイの反撃が始まった。会見、戦争、貧困、労組破壊に労働者の怒り叩きつける時、こちらの記事をご覧ください。平和天皇は虚像だ。戦争責任追及から逃げ回り、会見、再軍備求めた裕仁。戦後期に宮内庁初代長官を務めた田島道治が昭和天皇裕仁との対話を拝謁記として残した手帳などが8月19日に公開されました。大手メディアは昭和天皇は戦争への反省の表明を望んでいたと報じていますが、それは真実を覆い隠すものです。昭和天皇は平和主義者などではありません。むしろ拝謁記は戦争責任から逃げ必死に延命の道を探る裕仁の姿を浮き彫りにしています。重大なのは裕仁が朝鮮戦争の最中の52年、戦力保持を規定した憲法の改悪と日本の再軍備を要求した事実です。また53年には米軍基地反対闘争への敵意から基地の問題でも一部の犠牲はやむを得ぬなどと主張しました。この一部は沖縄を指しています。戦争のために沖縄を捨て石にという発想は戦前から変わっていません。戦犯裕仁の卑劣なあり方は侵略と植民地支配の歴史を担う現在の安倍政権に引き継がれています。今回のキャンペーンを利用して会見を練る安倍の策動をお伝えしましょう。3面です。 9.14 から15全学連大会へ、新自由主義大学と戦う学生の団結を作ろう、中央学生組織委員会からのアピールです。安倍政権が10月上旬開始予定の臨時国会で会見発議を狙う中、全学連大会の成功を勝ち取ることが決定的です。2004年4月の国立大学法人化から15年、その目的は資本家と政府が大学を乗っ取りキャンパスに改憲、戦争攻撃を貫徹することにありました。法人化大学イコール新自由主義大学の現実に怒りを持って立ち向かい、東京大、京都大を中核に戦う全学連運動を蘇らせましょう。香港の若者デモに続きましょう。何より京都大学で狙われている戦う学友への新たな処分を絶対に粉砕しよう。全学連大会に向けて今回も全国の学生から結集アピールが届いています。どうぞ。会のお知らせです。9月4日と27日都内にて連続学習会を開催します。第6回テーマは学生運動の歴史、第7回は1965年日韓基本条約です。興味のある方は Twitter の DM か全学連メールにご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルのGNN もぜひご覧ください。 Z
ツイッターとインスタグラムもチェックしてください。終わった。はい、終わり。語るね。アニメは語らない。アハハ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 ハ